コンソリデーテッド C-87 リベレーターエクスプレス C-87 リベレーターエクスプレスコンソリデーテッド C-87 リベレーターエクスプレスは第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空軍向けに生産された B-24 リベレーター重爆撃機から派生した輸送機である。B-24 と並行して 合計287機の C-87 が、フォートアースのコンソリデーテッド社の工場で生産された。改装されたもと、C-87 は、祖父の航空機関士訓練用の AT-22、アメリカ海軍の VIP 輸送用の来、イギリス空軍の VIP 輸送用の、リベレーター C9 の元となった。 C-87 リベレーターエクスプレスの内部構造 C-87 は当時祖父の輸送機として最も幅広く使用されていた C-47 スカイトレインよりも長い、航続距離と優れた高高度性能を有した大型の貨物と自民輸送機への要求に応じて1942年初めに急遽設計された最初の試作機 x c 十七は 1943年2月17日に、通村飛行場の2滑走路で墜落して破損した B-24D を元に改装したものであった。この事故では、旅客として登場していた、コンソリゲーテッド社の従業員6名が死亡し、その多数名が負傷した。この試作機は、銃刀や、その他武装の撤去とともに、爆弾層に床板を通し、貨物用に強化した床を備えるといった。 様々な改造が施されて、輸送機仕様に改装された。B-24 のガラス張りの爆撃主席は、機体前方からの荷物の積み下ろしができるようにヒンジで、開く金属製の覆いが取り付けられ、尾翼のすぐ前の胴体左側に、貨物用ドアが追加され、胴体側面に一列の窓が設けられた。C-87 は、貨物の代わりに人員輸送用に、 取り外し可能な座席と27か単価を装備することができ、最終仕様の C-87 は20から25名の乗客か12000ポンズの貨物を搭載可能であった。戦時の生産能力によるボトルネックと部品の不足のために多くの C-87 には戦闘任務用の B-24 に装着されたものよりも低ブースト圧で出力の 小さなターボチャージャーが取り付けられ、それに応じて上昇限度や上昇率は悪化していた。1942年と1943年に数機の C-87 に車音材、クッション入りの座席、隔壁やその他の快適装備が追加されて、VIP 用の豪華旅客輸送仕様に改装された。この改装された機体には16名の乗客が登場することができ、 C-87A と命名された。特に、シリアルナンバー41から 24,159? の機体は1943年に、大統領のフランクリン・ルーズベルトの海外渡航のための大統領使用機、ゲスウェア2へと特別に改装された。これが受け入れられれば、最初の大統領執務に使用される機体、いわゆるエアフォース1になるはずであったが、 シークレットサービスが収益中の C-87 の議論のある安全性に関する記録を精査した後で、ゲスウェア2を大統領の移動に使用することをきっぱりと断った。ゲスウェア2はエレノア・アルーズベルトの数度のラテンアメリカ諸国への事前旅行に使用された。ホートワースのコンソリデーテッド社から試験飛行に離陸する C-87 リベレーターエクスプレスほとんどの C-87 はアメリカ航空輸送軍団により運用され、アメリカの民間航空会社出身の民間の搭乗員の手で飛行した。これらは当初 C-47 では長距離すぎて飛行不可能な太陽横断航路に使用され、1942年の日本のビルマ進行後にはヒマラヤ山脈を横断する危険な航路でインドから アメリカや中国の勢力へ、戦争物資を空輸する、ハンプコえ、に使用された。この航路が確立されると、C-87 は、大統裁量でこの航路を飛行するのに、十分な高高度性能を有するアメリカの手持ちの中では、唯一の輸送機となった。C-87 は、数多くの問題に悩まされ、搭乗員たちの間では、悪評の高い機体であった。 アーネスト・ケイガンは、著書のフェイト・イズ・ザ・ハンターの中で、そいつらはその外観以外はかなり有能な B-24 とは似ても似つかない悪魔的に厄介な機械だった。と述べている。不満は扱いにくい、操縦系統の配置、多発するエンジンの不具合、油圧漏れ、離着陸中に不意にコックピット内の電気系統が落ちる傾向にあるといったあたりに集中していた。 搭載量が大の場合の上昇が緩慢で、インドや中国の未整備で水浸しの飛行場から離陸するときは危険な特性を示し、多くの機体が離陸後まもない地表との衝突で失われた。アーネスト・ケーガンの著作ではタージマハルの近くで地面に衝突しそうになった大搭載量の C-87 について詳細に述べられている。C-87 の 長距離飛行用予備燃料タンクは、即席で繋がれた上に漏れがちな配管は、搭乗員たちのキャビンと交差しているため、搭乗員たちは有害な気化したガソリンで窒息しそうになり、引火爆発の危険性もあった。また、C-87 は飛行中の着氷に見舞われた、場合に回復不可能な失速やスピンに陥る、傾向にあり、正確な天気予報が出るようになる、以前の時代には、 ヒマラヤ山脈上空でしばしばこの状況が発生した。C-87 は不適切な貨物の積載により飛行中に重心が変わった場合に不安定にもなった。この縦方向の不安定さはこの機体が即席で爆撃機から輸送機へ改装されたことに起因していた。はじめから積載貨物の前方や後方への偏りに余裕を 持たせたり接する貨物室を有するように設計される普通の輸送機とは違い B-24 の設計に組み込まれた爆弾化や爆弾層は位置が固定されていて不適切な積載に対する許容度が非常に限られていた。戦時の緊急性とアメリカ陸軍航空軍航空輸送軍団の C-87 の特性に合わせたロードマスター教育の失敗により この問題の大きさに拍車がかけられた。爆撃機としての設計を根本に持つことは、頻繁に発生した首足の折損の原因となっていたと考えられる。首足の強度は、この木が整地された飛行場に着陸する前の飛行中に積載物を投棄することを前提にして、適切なものとされており、荷重がかかった状態で繰り返しやれた未整備の滑走路にハードランディングを行うには、 不十分であることが証明された。C-87 の第一線の輸送機としての任務は似たような性能と高い信頼性、より良好な飛行特性を合わせ持つダグラス C-54、スカイマスターやカーチス C-46 コマンドに急速にとって変わられた。残存する C-87 は VIP 輸送機や飛行搭乗員の訓練容器に改装されるか、 イクキカはイギリス空軍へ売却された燃料を荷下ろし中の C-109 燃料輸送機。ありがとうございます。